どうもどうもー、チップです。今回はTOEICのリスニングの音声がゆっくり聞こえるようになる方法について紹介します。皆さん、リスニングの音声ってすごい速いなって思いませんか？私はもう本当にそのスピードについていけなくて、全然問題に答えられなかったってことがたくさんありました。で、そのスピードに慣れるために、私がやってきた方法について、今回は紹介したいと思います。で、前回の動画でも、紹介してるんですけども、私はTOEICのリスニングのスコアを上げるために、模擬試験を繰り返し受けるっていうことをしていました。で、その模擬試験を受けるときにですね、私がやっていた方法っていうのが YouTube に上がっている動画を使っていました。で、今回の方法はその YouTube を使うっていうところがポイントになっています。で、早速方法についてなんですけども、方法は、YouTube に上がっているリスニングの音声を聞くときに、通常の1倍速で聞くんじゃなくて、ちょっとスピードを上げて聞くっていう方法です。で、これをすることによってですね、ちょっと速いスピードに耳が慣れるので、通常の速度に戻した時に、あれ、なんかゆっくり聞こえるなっていう風に感じて、より音声が聞きやすくなるので、それがスコアアップにつながるっていう効果があります。で、私が実際に試したスコアをですね、Twitter の方でも、載せていますので、もしよかったらそちらを見てください。1.25 倍速で試した結果とか、あと 1.5 倍速で試した結果を載せています。で、個人的なんですけども、私は、1.25 倍速をおすすめします。っていうのが、やっぱり 1.5 倍速だともうすごく速いです。で、ちょっとそのスピードについていけずに、心が折れてしまったので、私は 1.25 倍速がおすすめかなと思います。ただ、1.5 倍速でもついていけるっていう方は、全然そちらで試してもらう、ただより効果があると思うので、そちらでも試してみてください。で、YouTube で、スピードを変えてみる方法について紹介します。で、実際の YouTube の画面を見ながら説明します。はい、では、YouTube の動画を開きますと、右上にですね、こういうちょんちょんちょんというところがありますので、これを選択します。すると、こういう画面が出てきますので、再生速度を選択します。すると、こういう形で、動画のスピードを選ぶことができるので、好きなスピードを選択します。すると、動画のスピードが変わります。私のチャンネルでは、主にTOEICリスニングの対策と、速くなったのが分かりましたか？以上が設定になります。はい、以上、今回はTOEICのリスニングの音声がゆっくり聞こえるようになる方法について紹介しました。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、チップでした。